はい、さーい、エリオです。今回は、あの、ネットフリックスで今話題の、今私たちの学校はの第2話を見たので、その感想を話したいと思います。はい。で、もうこのドラマ見たよっていう人がいたら、なんか、あ、こういうことあったなって共感してもらいたいとか、で、またこのドラマ見ていないなって人がいたら、一緒に3話、4話とか見てい,でいけたらなと思います。はい。でさっきドラマ見たんですけど、結構テンション高めのまま話をしたいと思います。 第2話の感想なんですけど、早速。すごい展開早いなと思って,てあの、タイトルが今私たちの学校はじゃないですか。なんですけど、もう第2話の時点で学校の外でもうゾンビが広がりそうな気配が出てるんですよで。通常このゾンビ映画とかゾンビドラマって、だたシーズン2とか映画の続編とかでか舞台変わったりとかするじゃないですか。もう第2話で広げてるのですごいい、なんか潔いって言いますか。展開早いなと思いました。 はい。で、あとはゾンビの起源ももう明らかにされてて、他のゾンビ映画とか、ゾンビドラマとかは、なんかそのゾンビがどう発生したかとか、何から始まったのかって結構引っ張ったりとかして、謎を解明していくっていうことが多いんですけど、もう2話で明らかにしてるので、なんかウォーキングデッドとかまだわかんないじゃないですか。なんかすごい早いなと思いました。はい。で、あの、2話のキャラ、キャラクターの が立ってるなぁと思ってて、で今回すごい新キャラが出てきてるんですよ、結構。で、あの、アーチェリーの子出てきてて、この子多分活躍するだろうなと思って、弓とかでゾンビ倒したいとか。で、この子出てきたりとか、トイレでタバコ吸ってる子出てきたんですよ。こういうひなんかキャラいるなと思って、ゾンビ映画物で。で、この子すごいサバサバしてるんですよね。こうタバコ吸ってて。であの、同じ学校の女子学生がゾンビになった時も、もう普通に、 ちゅうな殺し、判断が早いっていうか、すごいサバサバしてて、すごいいいキャラだなと思いました。で、あとはその既存の、第1話からいるキャラクターたちもすごいキャラが立ってきてて、このゾンビっていうシチュエーションでドラマが出てると言いますか。例えばあの、イカゲームにも出てた、しまってください、息切れしてますね。ナヨンって子がいるんですけど、ピンクのカーディガンつけてた、第1話からあの出てた子なんですけど、この子が結構もうパニックになってるんですよ。 で結構わがまま言ったりとかあのかき乱すんですよねみんなに「早く警察電話して」とか「救急車電話して」とかもう何回も言うんですよ同じこと。で他のみんなはもううるさいとか言ってるんですけどこういうキャラってゾンビものですごい大事だなと思っててそのドラマを生み出すといいますかっていうのもありますしあとはその何すかねあのイケメンのスヒョクっていう。 1> 第1話で元やんだったけど更生してるみたいなちょっとバックストーリー出してる子があのゾンビとを一人でなんか戦うシーンあるんですよ、ね。で、この子すごい強くて、あのかっこいいなと思いました。1, 1話でもかっこよかったんですけど、でかつ、あの、なんすかね、ちょっと純主人公的なオーラが出てるので、あ、絶対多分死なないだろうなみたいな。ゾンビあんま噛まないんですよ、その子のことも。で、あで、安心して見れるのですよ、かっこいいなと思いました。 で他にも、あのパク先生っていう第1話で結構正義感出した先生がいて、あの校長先生がこの事件隠蔽するから外に言うなって言ったのに、警察とかにも伝えたりとかしてて、この先生が放送室まで自分で行って、マイクでアナウンスするシーンがあるんですよ。でそのシーンもすごいなんか正義感ある先生だなと思って、キャラ立ってるなと思ってて、でこの、なんですかね、ゾンビ映画が何でいいかっていうと、この死が、 何ですか隣り合わせっていうかドラな、話の中に。で、前回の動画で、その学校が、とゾンビがいいっていうのは、その学校って共感できる話の中に、何ですかね、詩が入ってるので、多分この先生とか、この生徒とかも死亡フラグがだいたい立って、見ていくうちにシリーズをだ、誰がどうなるのかってワクワクがあるじゃないですか。で、そういう意味で、あれなんですよ、3つ目の見どころ、第2話もう早速、 キャラが死んでてあのネタバレしますよ今からで第,2話第1話で一緒に幼馴染のなじみのカップルと一緒にご飯食べてた子がもう早速ゾンビになっちゃって噛まれてもうあのシーン悲しくてなんかもう,もう早く死んでしまったなと思ってでも大体ゾンビ映画って親友キャラとかそういうポジションって結構早めに死ぬんで、まあ、ここはちょっと余滅だけどショックだったなって。 で、もう一個は全く想定してなかったのがもう主人公だと思ってたんですけどあの子死んじゃったなと思って最後多分死んでるよなと思ってさあラスト30秒でゾンビに襲われて窓かを押してるシーンはびっくりしてまさか死ぬと全く思ってなかったんでえと思ってちょっと釘付けになってたよりえっとあ韓国ドラマこういう風に引っ張るからなとすごいなと思ってドラマ見せるなと思いました なんとこれからのシーズンもどんどん人が死んでいくと思うんですけどまあそういう話なのですごい楽しみだなと思いましたはいこういう感じで2話の感想は以上ですすごいマシンガントークでちょっと酸欠気味なんですけど話し滅裂でしたらすいませんでこの動画見てちょっと共感できるなでしたりちょっといいなと思ったらいいねが欲しいのと自分も例えばあのこのドラマ見て こういう感想ありましたっていうのがあればコメント欄に書いてもらえると嬉しいです。あわよくばチャンネル登録してくれるとさらに嬉しいです。したら3話4話の感想も言います。はい、以上です。ありがとうございました。メンソーレー